神秘で広大な宇宙、この中で悪のエネルギー生命体宇宙海賊ガイスターが人類の宝を狙って地球に潜入した。それを追跡していた宇宙警察エクスカイザーは星川家の車に乗り移り、変形ロボットエクスカイザーとなってコウタを助けた。これは宇宙にはびこる悪と戦う勇者エクスカイザーとその仲間たちの物語である。リニアモーターカーを助けて。さて次の話題です。東北北海道ではまだまだ寒さの厳しい今日この頃ですが、南沖縄では一足早く桜が咲き始めた。しかし明日の頃から大陸の天気、いいぞいいぞ、もっと潰せ。爆発しろ。もう燃えてきたね。ダイノガイト様からの指令だ。ターゲットが決まったのか。そうだ、リニアモーターカーを盗み出すのだ。リニアモーターカー、これだ。リニアモーターカーは時速500キロ、スピードは世界一、電磁石を利用し車体を浮かせて走るため車輪はありません。この東京博多間を走ることになったリニアモーターカーは開通を記念して明日の朝招待客を乗せて、これが、いよいよ仕事だ、燃えてきたり、あ、燃えてる燃えてる、そうだ燃えるね。やめろこれ。じゃあエクスカイザーは宇宙警察なの？ああそういうことだ。仲間は私たちのことをカイザーズと呼んでいるがね。カイザーズか。あの恐竜模型の中に入り込んだのは宇宙海賊ガイスターだ。宇宙海賊？ボスはダイノガイストと呼ばれる宇宙一の大悪党だ。彼らは平和の破壊とあらゆる宝の略奪を喜びにしている連中で宇宙を荒らし回っている。今度は地球が狙われた。そこでコウタ、君に頼みがある。もし奴らの動きで何か君に情報が入ったら私にすぐ伝えてほしい。え？私は来たばかりでこの地球のことをよく知らない。奴らが何を狙うかもわからん。君の助けが必要なんだ。分かったよ。何かあったらすぐに知らせればいいんだね。そうだ。それと私のことを秘密にしておく約束だが必ず守ってほしい。うん。私の正体が明かされると必ず大人たちが騒ぎ出し地球の文明に影響が出る。我々はそれを望まないんだ。うん、分かったよ。なんだか宇宙警察の一員になった感じだな。あー、コウタ君おはよう。福田さん、脅かさないでよ。あ、そんな格好で何してんだ。僕はね、宇宙警察の一員になったんだ。なんだいその宇宙警察って。あ、内緒内緒、今の話聞かなかったことにして。それよりこんなに朝早く来たってことはまた得だね。ああ違うよ、編集長と奥さんを迎えに来たんだ。今日日曜日だよ。パパはお休みでしょ。あれ聞いてなかったのかい。これだよ。これこれってリニアモーターカーじゃない。君のパパとママはこれに乗って旅行するんだよ。もちろん僕もね。どうして教えてくれなかったの。ママ、コウタに今日の旅行のことを言ってなかったのか。あら、言ってなかったかしら。ねえ、僕も連れてってよ。連れてってやりたいが、今日はパパとママだけの招待なんだ。我慢しなさい。編集長、荷物入れすぎですよ、これ。まあまあ、ちょっと多すぎるんじゃないのか。まあ、そうですか。何入れたんです。お肉と玉ねぎとおじゃがと人参と胡椒。あら、お塩を忘れてたわ。な、おはよう、
から何騒いでるの？姉ちゃん、姉ちゃんは今日パパとママがリニアモーターカーに乗るの知ってたの？知ってたわよ。じゃあ僕だけ。ママ何作ってるの？カレーよ。あと2時間ほど煮てルーを入れれば出来上がり。2時間って、ママ旅行はどうするの？そう、そうだったわね。これだもん。あとは私とコータでやるから、ママは行く準備でもしたら？さあ、準備 OK。行きましょうか。まあ、徳田さんも一緒なの？そうですよ。僕はリニアモーターカーの取材で一緒に行くことになってんですよ。僕も。そうなの。何年かぶりの夫婦水入らずの旅行だと思ったのに。まあ、いいじゃないか、ママ。こんなやつでも荷物運びぐらいにはなるんだから。ね、僕も。そうですわね。ありがとうございます。いいか、お前は取材をしっかりやるんだぞ。はい。僕も乗りたい。お留守番しっかりね。分かってるって。心配しないでゆっくりしてきて。じゃあね。お土産忘れないでよ。さてと、私友達と約束あるから出かけるわよ。えー、カレー作っといてね。焦げないようにお鍋見張ってるのよ。なんだよそれ。2時間経ったらカレーのルー入れればいいんだから簡単でしょ。じゃあね。ちょっと待ってよ。よろしく。なんだよもう、自分勝手なんだから。ああ、リニアモーターカーに乗りたいな。リニアモーターカー。マリオ、マリオ。おお。リニアモーターカーってなんだよ。そうか、君は人間の言葉は喋れなかったんだな。いやー、でかすぎて。前何しに来たんだ。お、そ、あ、そうでした。あ、はい。宝だかと、リニアモーターカーはどこにあるんだ。編集長、いよいよですね。あ、そうだ、忘れてた。おい、どこ行くんだ。弁当ですよ、弁当。さあ、いよいよ今世紀最大のイベントでありますリニアモーターカーがあとわずかで走り出そうとしています。世界に誇る我が国の鉄道技術がまた一歩新たなる歴史を刻もうとしています。け、いいな。まずい。